どうもこんにちは。今年も残り1週間となりまして、えー、とですね、前回までレイヤーをやってたんですが、本当はレイヤーで今年は終わるかなと思ったんですが、思いのほか早く終わってしまったので、えっ、ー、とですね来、来年からやろうかなと思ってた企画があるので、その話をするっていうのと、えっ、ー、とまあ実際その作るにあたって何を 使おうかなっていう、その技術選定的なことを今週いっぱいやっていこうかなという感じでいます。はい。で、まず作りたいものなんですけど、ざっくりだけ説明して、あの、実際何本当に作るのかというのは来年言おうと思うんですが、OpenCV っていう、えっと、画像処理のライブラリですね。こいつを使った Web アプリを使お作ってみようかなと思ってます。で、 えーと、C コンパイラーの時にチラチラ話したんですけど、ルイさんっていう方の,あのドキュメントを参考にさせてもらって C コンパイラー作ってたんですけども、えー、と、あの企画が終わった後にですね、ルイさんのことをちょっと調べたりしてたら、あの YouTube で今年の5、6月くらいからなんか、 C 言語、C コンパイラー作成ゼミみたいなのをやられててで、YouTube にその、なんだろうな、定期ミーティング動画みたいなのが上がってて、1, 1本1時間くらいあって、14、5回くらいあったと思うんですけど、まあそっちを見させていただいて、でその中の、多分最後だと思うんですけど、十四回かな ?14 回かな,14回,かな ?14 回の動画の中で小さく作って、 で育ててててていいいくっううような話をしていて、まあ、その動画のリンク貼っとくんでぜひ見てほしいんですけどなんかすごくあとってもいい話をされててあ C コンパイラーの話なんですけど C コンパイラーじゃなくて実際プログラムっていうのを大きなプログラムを作るときの話をしていてものすごく参考になったのでぜひ、えー、見てほしいですえっ、ー、とまあ小さく作って大きく育てていくっていう話なんですけど要は 最初に作るものっていうのはどうしたってパあのしょぼいものにしかならないのでしょぼいものをだんだん育てていくっていうのが普通の過程なのでそこを見失わないようにやっていければなと思ってます。やっぱりなんだろうな普通の仕事でプログラムを作るってなるとえっ、ー、とまあ企画があるんですけどやっぱ全部を一気に作るってことはしないので。 まずはここだけ作ろうっていう形でやっていくので最初からその小さく作るっていうのを意識しなくても小さく作んなきゃいけない部分があるのでなんとなくそういうことになるんですけど自分一人でやろうとするとあれもやりてこれもやりてっていうふうになって結局なんか微妙なものが出来上がるっていうことがよくあるので えっと、小さなものを作って、そこで、じゃあ、これをこの機能足していこう、この機能足していこうっていう形で、やる、やっていきたいと思います。はい。で、えー、っとですね。えー、何の話をしようかな。えー、っと、まず、決めなきゃいけないのがあ、技術選定の話なんですけど、えー、っと、決めなきゃいけないんですよね。バックエンドとフロントエンドに何を使うか。 みたいなところなんですけど、えっ、ー、と、バックエンドは、まあ、オープン e n c v 使うので、で、OpenCV、一応何、何でも使えるはずなんですけど、ノードでも多分いけるはずなんですが、えー、っとね、ストア、パえー、っと、どこで見りゃいいのかな。えー、っと、特に、 これと決めたわけではないんですが多分 Python を使ってやろうと思います。はい、でめんどくさいのでえっ、ー、と Python を置いて Python で OpenC v を貸してで API は Node でみたいなのが多分普通なんですけどもう全部 Python でやってフラスクを使ってやろうかなと。フラスクね Flask フラスクは Python の Web フレームワークで、まあ、かなりメジャーなやつで、えー、と Ruby のシナトラみたいなあれなんかすごい簡単なサンプルが最初に出てきてくれたはずなんだけどなえっ、ー、とクイックスタートミニマルアプリケーションこれですねはいアップっていうのを作ってこいつがアットアップルートとかっていうのを持ってるんでこれで 関数のデコレーションをしてあげると、これがすらでアクセスできるエンドポイントになるというような形ですね。めっちゃ簡単なんで。で、文字で使えせばそれがそのまま変えるっていうお手軽フレームワークになります。はい。で、当然ながらこの機能しかないので、ほぼ。えっ、ー、と、ORM とかはまた別途用意してこなきゃいけないんですけど、まあその辺はおよい,い考えていくということで。 やっていいこうと思います、まあ、最,終最終的にこう分離してとていうことになるとは思うんですけど、まあ、小さく育てると小さく作って大きく育てるという方針で全体的にやっていこうと思っています。でフロントエンドですね。フロントエンドは、えー、とあフロントエンドの話をする前にあの視聴者さんからですね、えっと、フローリオっていう のがあってレイヤーやってる時かなレイヤーのやってる時にフローリオっていうのがあってこれも面白そうなんであのやってみてくださいっていうのでちょっとコメントいただいてたんですけど、えー、とこれもちょっとちらっと見てみたいなと思います。ちらっと見てみたんですけどあのなんか NextJS とか NextJS と,か,、えー、となんかいろんなフレームワークを組み合わせて一つのプロジェクトにするっていうようなものっぽい。 のでえー、とこれ全部一色多に入ってるんですけど今回使うのはこの辺だけなので、えー、と後ろはエクスプレスを使ってタイプを m ればプリズマを使ってでデイビートツナぐみたいなやつでこれ全部入ってるはずなんですけど今回使うのはこっちなんで、えー、とネクスト JS か NextJS かあたりを使ってやってみようかなと思ってるんですがまあこれも ちょっと時間があれば今週ちょっとどんなものかっていうのを少し見ていきたいなと思っています。で、えっ、ー、とリアクトを使おうかなとは思ってるんですけど、えっ、ー、とビュー3っていうのがもう出て、まだ出てないのかなまだなんかずっと <laughs> ずっとプレビュー版みたいな感じでビュー3があるっぽいんですけど、 最近全然触ってないんでわかんないんですけど、まあ、View3 もちょっと見てみたいなと思ってます。なんか大きく変わったのかなどうなんだろうっていうのも全然見てないんで、ちょっと見てみて、View3 でいいじゃんってなるかもしれないっていう話ですね。あと CSS フレームワークはもう決めなきゃいけないんで、それもちょっとざっくり決めたいんですけど、 えっと、CSS フレームワークはもうなんか、い、今の、このご時世だと、ビュー用とかリアクト用っていうのが結構あるので、もうどっちを使うかによって、その CSS フレームワーク何を使うかって決まっちゃう部分があるので、その辺もまあ、フロントエンドを決めるときに、いいのを探して決めていきたいなと思います。はい。まあ、そんな感じで、 えーとオープン CV を使ったアプリっていうのをウェブアプリですねっていうのを来年から早々早々からやりたいとは思ってるんですけどやっていこうという気でいますで,で次回から、えー、とフローリオかビュー JS かあたりの、えーとまあ、詳細をちらちら見するっていうのをやっていこうと思います ということで、今回は以上、次回お楽しみにチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。じゃあ次回。